きつけん。はい、羊コーヒーの森です。本日は浅入りコーヒーのコーヒーの入れ方をやっていきたいと思います。入れ方といってもですね、人によっていろいろあると思うんですけれども、私が浅入りを入れるならこう入れますよみたいな、方法をやっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、じゃあ始めていきます。今日は浅入りのコーヒーをお入れするんですけれども、ちょっと浅入りっていう説明をすると、コーヒーってこう焙煎して火を入れてですね、焼くことによって飲めるようになるんですけれども、その焙煎時間が相対的に見て短いものを浅入りと言います。で、深入りに比べて浅入りは高分子が少なくて、こう苦い成分とか、そういうのが少ないんですね。ということは、入れるときに落としちゃいけない成分、その下に落としたときに雑味になるとか、苦味になる成分って少ないんですよ。なので入れ方によって、例えば蒸らしの後にこう攪拌をしたりだとか、お湯の温度をすごく高くして落としたりとか、最後こう排水の時もですね、排水を切ったりするんですけれども、それをしないで全部落としちゃったりとかっていうのが、全然ありなんですね、浅入りに関しては。なのでそこがこういろいろなこう入れ方の違いにこうなっていくんですけれども、今日は羊コーヒーの入れ方で、やってみたいと思います。で、今日の豆はエチオピアのガルデンビっていうコーヒーです。このコーヒーはエチオピアのカファっていう地区で取れたコーヒーで、こうすごくフルーティーな、ワインに言われるワインのような、酸味とか、そういうものがすごく特徴的で個性的なコーヒーなので、こちらがこうしっかりとですね、個性が出るような入れ方をしていきたいと思います。じゃあ豆測っていきます。こんな、スケールを、重さと時間ですね、入れる時間を同時に計測できるようなスケールなんですけれども、こちら使っていきます。豆の量なんですけれども、今日はですね、普通の一般的なコーヒーカップ1杯分ぐらいで入れるので、大体これが 160cc ぐらいだったりするんですよね、この辺りで。なのでそれに合わせた分量で入れていきたいと思います。で、大体ですね、豆の13倍から15倍、ここを好みに合わせてちょっと調整してほしいんですけれども、13倍から15倍でお湯を落とすとちょうどいいぐらいの濃度になるので、例えばですね、じゃあ今の、160÷14 は大体 11.4 とかになるので、今日は 12g 測って、入れてみたいと思います。
安定するまでの間に器具を温めておきます。以前の実験でですね、器具を温めた場合と温めない場合で仕上がりの後に5度ぐらい、5、6度ですね、開きがあったので、しっかりと温めた方がいいと思います。はい、お湯の温度なんですけれども90度で入れたいと思います。標準がうちは88度なんですけれども、アサリの場合は少し高めの温度で入れます。理由としては最初に話した通りに落としちゃいけない成分というのは少ないので、抽出効率を上げるために温度を高くしています。フィルターですね、フィルターをアサリ専用のフィルターを使っていきたいと思います。アサリ専用のフィルターはこう密度がすごく、紙の密度があって高分子がない分ですね、こうスル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 お湯が落ちていってしまうんですけれども、多少ですね、そこのお湯持ちを良くしてくれるといった感じのフィルターです。はい、では入れていきたいと思います。まず全体を濡らして、蒸らしという作業を入れます。ここで、浅入りはですね、大体20秒から30秒間ぐらい蒸らしを入れます。30秒経ちましたので注いでいきます。で最初はゆっくり入れて、ここの層を作る感じで、溶かしちゃいけない成分がないといっても、アクが完全にないわけではないので、そういうものを上に浮かしたりして層を作ります。でですね、ここでですね、浅煎りのコーヒーってこうしっかりとドーム状に膨らまなかったりするんですよ。なので膨らまないイコール新鮮じゃないとか、そういうふうに捉えてもらわなくても大丈夫なのかなと思います。ここで綺麗にこう入っていかないと不安になっちゃうんですけれども、あまり気にしなくて大丈夫だと思います。そしたらですね、ちょっとガンガン注いでいきます。でこの辺りでですね、少し成分を落としていきたいので、注ぐのを止めて呼吸させるようにして、アサリの成分を落としていきます。はい、で目標のところまで来たら貝を切ります。でこれをアサリの場合は切らずにそのまま入れる場合もあるんですけれども、少しでもこうすっきりさせたいっていう狙いがあるので、うちでは切ってます。で温めた鍋に注いで、はい、完成です。はい、じゃあ飲んでみたいと思います。アサリはこの花咲香って言って、ここでの香りがすごくいい香りがしますよね。かなりこうすっきりと飲みやすく入ったと思います。この方法だと少しすっきりしすぎてて、もうちょっとコクみたいなのが欲しいっていう場合は、さっき の最後にこう少し呼吸させる段階があったと思うんですけれども、冷蔵をちょっと長くしたりとか、あとはもうちょっと温度を上げたりとかっていうのをすると少しコクが出ますので試してみてください。で抽出時間は全体で1分30秒ぐらいで今回やってみました。1杯入れるのに1分30秒で、蒸らしが30秒なので、実際育てる時間っていうのは大体1分ぐらいなのかなっていうところです。どんなに長くても、1杯入れるのに3分かかるとあまりないと思うんですけれども、3分以上かけてしまうと余計な成分が溶け出すかなっていう、経験則ですけど、そんな傾向があると思います。で、アサリなんですけれども、今アサリのコーヒーってすごく注目されてて、ものすごく体にいいんですよね。そのクロロゲン酸とか、そういうポリフェノールみたいなのがたくさん含まれてて、朝アサリのコーヒーを飲んで、1日がスタートするとすごくパフォーマンスが良くなったりとか、とてもおすすめです。なのであまりですね、酸味とかっていうものを敬遠したりせずにですね、ぜひ捉え
しまう傾向があるんですね。酸っぱくないコーヒーくださいって言われるんですけれども、日本語の中で酸味に関する表現がある、言葉ですねはすごく少ないんですよね。なので酸っぱいっていう表現が酸っぱいこう一色単になっちゃうんですよ。なので日本人って酸っぱいって、まあ、腐ったものも酸っぱくなりますし、その酸っぱいっていうイメージがあまり良くなくてどうしても敬遠してしまう。ただ海外に行くとすごくフルーツとかこう食べたりするので、そこの表現って豊かなんですよね。アシッドとかサワーとかフルーティーとかってこうたくさん表現されるんですけれども、まあ、そんな風にですね、もしかしたら自分が知らないだけで本当は酸味好きかもしれないっていう、そんな風にちょっと疑って一度トライしてみると意外といいコーヒー見つかると思いますので、ぜひですね自分のコーヒーライフに取り入れてみてください。